日本岡山県岡山市北区、内山下内山下は、岡山県岡山市北区にある町域。同県の県庁が所在する。郵便番号 700-0824。人口は、1丁目が1014人、2丁目が270人。世帯数は、1丁目が596世帯、2丁目が150世帯。また、内山下は、内山下や丸の内などの町邸を中心とした周辺を含む広域地名、地域区分としても存在する。岡山市内の商業地の一つで、岡山県庁、中国電力岡山支社などの公共機関や企業が密集しており、かつては日銀岡山支店も所在していた。2001年には内山下小学校が廃校となったが、現在は岡山後楽館中学、高校がその跡地の一部を活用している。旧岡山城下町時代から続く古い地名で、旭川の右岸に位置する。元は岡山城本丸を中心にして、二の丸を含めた一帯を内山下と称していた。城山の周囲が山下で、その内部的地域であるから、内山下と称した。近現代において、天守のあるところが内山下一番地であった。しかし、昭和40年以後実施した庁区の改定により、内山下の北部を丸の内1から2丁目として分割。これにより岡山城本丸は丸の内に所在することになった。また、内山下を石山道を境に東西2区に分け、中国電力がある西側を1丁目、県庁がある東側を2丁目とした。現在の内山下は、北は県庁通りを境にして、丸の内に隣接し、西は城下筋までで表町、南は従来のうち山下の南端と同じで京橋町と隣接、東は旭川で土手沿いに水の手筋が通る。またうち山下1から2丁目のほぼ中央を東西にあくら通りが通っている。かつては1丁目に日本銀行が所在していたが、現在は丸の内に移転している。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。天正元年、浮田直家が石山城に入城すると、直ちに城下町の造営に取り掛かった。直家の子、秀家は、石山の東側にあった丘である岡山に本丸を移し、現在の内山下、石関町などの一帯を城郭に取り込み、新たに岡山城を築城。これを中心にして、城下町の基礎を作った。内山下の地名は、江戸時代初期にはすでに使われていたとされる。内山下は、岡山藩家臣団の内家老、重臣の屋敷が集まったところで、藩政当時は、統治全域が侍屋敷であった。昭和40年以後、町区が改定され、前述の通り内、山下1から2丁目、丸の内1から2丁目などに分割された。山下とは、城郭の天守、本丸の周囲のこと、あるいは城郭及び城下町の主要部分のことである。岡山城の山下のうち、本丸に近い部分、つまり内側部分を内山下と呼んだ。これに対し、山下の町人町寄りの部分、つまり外側部分を町人町と内山下の中間という意味で中山下と呼んだ。内山下同様、中山下も現存する地名である。地域区分としての内山下も現存する。内山下のほか、丸の内を中心に、石関町、表町、天神町、京橋町のそれぞれ一部からなり、江戸時代からの元来のうち、山下の地域に近いエリアである。一部の町邸が、小字単位で含まれているのは、旧城岡時代の名残であり、昭和期における町区改定で、旧来の町域を考慮せず街路などで区分して、新町域を設定したためである。この地区を学区とする、岡山市立内山下小学校、また同地を学区の一部とする、岡山市立丸の内中学校が所在していたが、周囲との統廃合により、廃校となり、それぞれ岡山市立岡山中央小学校、岡山市立岡山中央中学校となっている。学校は、廃校となったが、連合町内会など広域名としての内山下は、現在も残っている。ありがとうございます。